したきりすずめくすやままさおむかしむかしあるところにおじいさんとおばあさんがありましたこどもがないものですからおじいさんはすずめのこういちはだいじにしてかごにいれてかっておきましたあるひ おじいさんはいつものようにやまへしばかりにいっておばあさんはいどばたでせんたくをしていましたそのせんたくにつかうのりをおばあさんがだいどころへわすれていったるすにすずめのこがちょろちょろかごからあるきだしてのりをのこらずなめてしまいましたおばあさんはのりをとりにかえってきますと お皿の中にはきれいにのりがありませんでした。そののりはみんな、すずめがなめてしまったことがわかると、いじのわるいおばあさんは大変おこって、かわいそうに、小さなすずめをつかまえて、むりに口をあかせながら、このしたがそんなわるさをしたのか。と言って、 はさみで舌をちょんぎってしまいましたそして「さあどこへでも出ていけ」と言って話しましたすずめはかなしそうな声で「痛い痛い」いたいと泣きながら飛んでいきました夕方になっておじいさんは芝を背負って 山からかえってきて「はあくたびれた」「すずめもおながすいたろ」「う。さあさあえさをやりましょう」といいいかごのまえいってみますとなかにはすずめはいませんでしたおじいさんはおどろいてお「おばあさんおばあさん」 スズメはどこへ行ったろうと言いますとおばあさんは「すずめですかあれは私の大事なのりをなめたから舌を切って追い出してしまいましたよ」と平気な顔をして言いました「まあかわいそうにひどいことをするなあ」と。 おじいさんは言ってがっかりした顔をしていました。二おじいさんはスズメが下を切られてどこへ行ったか心配でたまりませんので、あくる日は夜が明けると早速出かけていきました。おじいさんはみちみち つえをついて「したきりすずめおやどはどこだチューチューチュー」とよびながらあてもなくたずねてあるきました。のをこえてやまをこえてまたのをこえてやまをこえておおきなやぶのあるところへでました。 するとやぶの中から「したきりすずめおやどはここよ」ちゅうちゅうちゅう「チューチューチュー」という声が聞こえましたおじいさんはよろこんで声のするほうへ歩いていきますとやがてやぶのかげにかわいらしいあかいおうちが見えて舌を切られたすずめが門を開けて おいにでていました。まあおじいさんよくいらっしゃいました。おうおうぶじでいたかいあんまりおまえが恋しいのでたずねてきましたよ。まあそれはそれはありがとうございました。さあどうぞこちらへ。 こう言って、スズメはおじいさんの手を取って、うちの中へ案内しました。スズメはおじいさんの前に手をついて、おじいさん、黙って大事な海苔を舐めて、申し訳がございませんでした。それをお怒りもなさらずに、ようこそ訪ねてくださいました。と言いますと、 おじいさんもなんのわたしがいなかったばかりにとんだかわいそうなことをしましたでもこうしてまたあわれたのでほんとうにうれしいよ」といいましたスズメはきょうだいやおともだちのスズメをのこらずあつめて おじいさんのすきなものをたくさんごちそうしておもしろいうたにあわせてみんなですずめおどりをおどってみせましたおじいさんはたいそうよろこんでうちへかえるのもわすれていましたそのうちにだんだんくらくなってきたものですからおじいさんはきょうはおかげで 日の暮れないうちにどれおいとましましょう」と言って立ちかけました。スズメは「まあこんなむさ苦しいところですけれど今夜はここへとまっていらっしゃいますな」と言ってみんなで引き止めました。せっかくだが。 おばあさんもまっているだろうからきょうはかえることにしましょう。またたびたびきますよ。それはざんねんでございますこと。ではおみやげをさしあげますからしばらくおまちくださいまし。といってすずめはおくからつづらをふたつもってきました。そして、 おじいさんおもいつづらにかるいつづらですどちらでもよろしいほうをおもちください」といいました「どうもごちそうになったうえおみやげまでもらってはすまないがせっかくだからもらってかえりましょう」だがわたしはとしをとっているしみちもとおいから。 ほうをもらっていくことにしますよ。こういっておじいさんはかるいつづらをせおわせてもらって「じゃあさようならまたきますよ」。「おまちもうしております。どうかきをつけておかえりくださいまし」といってすずめはかどぐちまでおじいさんをおくっていきました。 ひがくれてもおじいさんがなかなかもどらないのでおばあさんは「どこへでかけたのだろう?と」とブツブツいっているところへおみやげのつづらをせ負っておじいさんがかえってきましたおじいさんいまごろまでどこになにをしていたんですね まあそんなにおおこりでないよ。きょうはすずめのおやどへたずねていってたくさんごちそうになったりすずめおどりをみせてもらったりしたうえにこのとおりりっぱなおみやげをもらってきたのだよ。こういってつづらをおろすとおばあさんはきゅうにニコニコしながら。 まあそれはようございましたねいったいなにがはいっているのでしょうといってさっそくつづらのふたをあけますとなかからめのさめるような金銀ギンやほうじゅのたまがでてきましたそれをみるとおじいさんはとくいらしいかおをしていいました「なにね すずめはおもいつづらとかるいつづらとふたつだしてどちらがいいというからわたしはとしをとっているしみちもとおいからかるいつづらにしようといってもらってきたのだがこんなにいいものがはいっていようとはおもわなかった。すると、 おばあさんはきゅうにまたふくれっ面をして「バカなおじいさんなぜおもいほうをもらってこなかったのですそのほうがきっとたくさんいいものがはいっていたでしょうに」「まあそうよくばるものではないよこれだけいいものがはいっていればたくさんではないか」 どうしてたくさんなものですかよしよしこれからいってわたしがおもいつづらのほうももらってきます。といっておじいさんがとめるのもきかずあくるひのあさになるまでまたれないですぐにうちをとびだしました。もうそとはまっくらになっていましたがおばあさんはよくばったいっしんで。 むちゃくちゃにつえをつきたてながら「したきりすずめおやどはどこだちゅうちゅうちゅう。」といいい,いたずねていきましたのをこえやまをこえてまたのをこえてやまをこえておおきなたけやぶのあるところへきますとやぶのなかから「したきりすずめ」。 おやどはここよ。ちゅう「チューチューチュー」というこえがしましたおばあさんはしめたと思ってこえのするほうへあるいていきますとしたをきられたすずめがこんどももんをあけてでてきましたそしてやさしく「まあおばあさんでしたかよくいらっしゃいました」 と言ってうちの中へ案内をしました。そして！さあ、どうぞお召し上がりください。ましと、おばあさんの手を取ってお座敷へあげようとしましたが、おばあさんはなんだかせわしそうにきょときょと見回してばかりいて落ち着いて座ろうともしませんでした。いいえ。 お前さんの無事な顔を見れば、それで用は済んだのだから、もうかまって遅れでない。それよりか早くおみあげをもらっておいとましましょう。いきなりおみあげの催促をされたので、すずめはまあ欲の深いおばあさんだと呆れてしまいましたが。 おばあさあはやくしてくださいよ」とじれったそうにいうものですから「はいはいそれではしばらくおまちくださいましいまおみやげをもってまいりますから」といっておくからつづらを2つだしてきました <laughs> さあそれでは。 おもいほうとかるいほうとふたつありますからどちらでもよろしいほうをおもちください。それはむろんおもいほうをもらっていきますよ。というなりおばあさんはおもいつづらをせなかにしょいあげてあいさつもそこそこにでていきました。 おばあさんはおもいつづらをしゅびよくもらったもののそれでなくってもおもいつづらがせおってあるいていくうちにどん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 おもくなってさすがにごじょうなおばあさんももうかたがぬけてこしのほねがおれそうになりましたそれでも。重いだけに、 宝がよけいにはいっているのだからほんとうにたのしみだいったいどんなものがはいっているのだろうここらでちょいとひとやすみしてためしにすこしあけてみようこうひとりごとをいいながらみちばたのいしのうえに「どっこいっしょ」と。 腰をかけてつづらをおろしていそいでふたをあけてみましたするとどうでしょうなかをめのくらむような金銀サンと思いのほかみつめだのひとつめだのガマニュウドだのいろいろなおばけがニョロ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 とびだして こよくばりばばあめ。といいながらこわいめをしてにらみつけるやらきみのわるいしたをだしてかおをなめるやらするのでもうおばあさんはいきたそらはありませんでしたたいへんだたいへんだたすけてくれとおばあさんはかなきりごえをあげて。 ししげまた。そしてやっとのことで半分しんだようにまっさおになってうちのなかへかけこみますとおじいさんはびっくりして「どうしたどうした」したといいましたおばあさんはこれこれのめにあったとはなして「はあ」 もうこりだ、と言いますとおじいさんは気の毒そうに「やれやれそれはひどいめにあったなあ。だからあんまりむじひなことをしたりあんまりよくばったりするものではない」と言いました。